皆様にお見せしたいと思います。はい、みんな見て見て、わかる？わかりにくいかな、これちょっと慎重にやんないとね。あ、ちょっと無理だ。わかる？光ってるな。ちょっとみんな邪魔だな。ロックさんのとこ見て見て、これ、これ触っちゃダメだよ。雪ですよ。この子が雪のピクミンなんですよ、皆さん。あー、私のスマホの中に来ちゃいましたね。ある意味ゲットしたと言っても過言ではないですね。ありがとうございます。出ない出ないと言われていたこの雪のデコピクミンさんが、なんと日本でも観測することができるようになったと。もうおそらくなんですけども、サイレントアップデートだと思います。はい、だってね、だってポケモン GO で雪降ってんのに出てないとかね、おかしいもんね。同じゲームじゃんみたいなね。いやー、これは嬉しい。早速ね、 AR で見ていきたいと思います。ここで見たいな。はい、こちらにいるね。うわ、重なってるな、重なってるな。ちょっと化け物みたいになっちゃってるよ。怪しい生き物になってる。ちょっとちょっと、あ、動いた。ダメだ、これを取るのは至難の技だぞ。どうする？他にも雪の子いるかもしれない。ちょっと全員とりあえず受け取ろうか。あ、でも間違えて雪の子をね、取っちゃうから、何？めっちゃいい、めっちゃいい。ありがとうございます。ニャルさん、いつもいいやつありがとう。で、今最近はね、こんな風に、ポストカードみんなにちゃんと送ってるからね、私。いってらっしゃい。いいね。で、みんなに送れるようになったのいいですね。幸せです。どこ行った？また混じってるな。ちょっと待って、一回、よし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 、いいよ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 。今ちょっとあの、ごめんなさい、これね、ガチャポン、ガチャポンじゃない、ガチャピンのバスタオルなんですけど、パソコンの前にバスタオル引いてマイク無理やり伸ばして喋ってるんだけど、かわいい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 、動いちゃうね。これやべえ、これやべえじゃん。あー、これ今の時期ね、サムネイルにネタバレすると怒られるかのどうかなんですよね。でもあの、私が YouTube に上げることによって、サムネイルに載せることによって X でもつぶやきやすくなるっていうね。わかるよ、先般は山芋っていうね。先般になりましょうか、私。これ乗っけちゃっていい？かわいすぎるな。かわいいな。あー、動いてしまった。かわいいっていうか、ちょっとこのダサい感じがいいんだよね。ね、みんな。他の方もちょっと雪が来てないかチェックしていこうと思います。いなさそうでしたね。で、もう一個したいことあって、こうするとさ、来た。来た！手のひらに来た！グーしてパッてしてくるんで、あれ違うの？おお、これなんかね、昔できたんですよ。でもできなくなったんで、あ、気のせいだったんだなと。たまたまなんかここに反応したのかなとか思ってたんですけど、これ公式さんができますって言ってるんですよ。だからペリドットみたいな感じで、なんかもうピクミンをね、楽しくできるようになるんじゃないですかね。かわいいね。あんまりね、アップとかそういうのはできないんだけど、こう手のひらに来るよみたいな。だから写真撮影が多分しやすくなる？なるかな。てか、そろそろこの雪のピクミン返してあげないとね。ね、ロックさん多分怒ってるよね。山山がこうやって束縛してるから、来い。やっぱ人のは、人のは来ないね。人のは来てくれないか。私も手のひらに雪を乗せたいんだけどな。あ、来た。あー、消えちゃった。どこ行った今の電気の子。どこ行った電気の子。あ、ぶどうの中にいるくない？あ、違う、光り輝いてるよ、手袋。あ、消えた。下手くそだな。まだちょっとやり方がね、分かってないんですけど、グーしてパッてするんだっけ。おー、すごい、ぶどうの救世主みたいになってるよ。周りの子がちっちゃいから余計に面白いことになるね。いいやん、これ。ちょっとうまいこと乗せれないから。これ、この状態で画面タッチしたらどうなるんかな？モーション起こすかな？でも無理じゃない？今、片手を出してる状態でもう一個携帯持ってるから、足で挟んでみようか。足で挟ん。ちょっとごめんなさいね。
ちょっとまだロックさんのピクミンいてね。よしよし、こうして、はい、来た。ちょっとね、ちょっと手が短いんですよ、難しいですね。こうか、はい、ダメか、ちょっと待って、足と手がね、両方短いから難しい、ね、はいはいはい、で、これ叩くよ。あ、何もモーションしねえ。怒ったモーションとか見たい。あ、消えた。あ、これなんかこうやって入れ替えれるのかな、ん、わかんない、いや、わかんない、また君来た。他の子にしたいんだけど、こういう、この子みたいな、はい、あ、ランダムなんかな、パッ、おー、ふうふう、消えた。あ、違う子来た、これ横ダメだ、背景がダメなんかな、ちょっと難しいな。あ、どこ行った、雪の子、どこ行った、床が汚いからバスタオル引いてるのにバスタオルから出ちゃったね。下から見たいんですけど、あ、これブドウだな、あ、すごい、あ、すごいですね、ブドウを下から覗いてると面白いですね。私の声入ってますか、これじゃない、いたいたいた、あ、ごめん、あー、ひっくり返った、そう、どう、はい、ということで今日はね、雪のピクミンと、あの、ついでにって言ったら申し訳ないんですけど、公式さんがね、AR の新しい遊び方を提案されてたんで、私もやってみました。楽しいですね。雪は、ちょっとね、本当に私からしたら海外の子なんで、今めっちゃ晴れてるもん、寒波来てるって言ってるけど、もうめっちゃいい天気。洗濯外で干したら全然乾かないんで、ちょっとお部屋の中でね、干してますけども、まあ、まったりと集めていきたいと思います。しばらく雪山に行く予定ないしね、いつかアラスカとかに行ってみたいと思います。もしあの白の方の雪の子が発見したっていう方いたらね、私にまた送ってください、よろしくお願いします。ロッコさん、今回ご提供の方ありがとうございました。美濃のイベントでお会いできて嬉しかったです。ちょっと私油断してね、すごいぼーっとした顔で歩いてたから、ちょっと申し訳なかったなと思うんですけど、知ってる人に出会えて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。Lost again, going back around. Dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of.